皆さん、こんにちは。大人の簡単ビューティーレッスンのみゆきです。5月頃に今商品開発をしていますってお話をしたんですけれども、それからまた少しずつ動きがありましたので、ご紹介させていただきたいなと思います。今回は第1弾というところで美容液を今開発していますが、こんな感じに出来上がってきました。ブランド名はラマスティアと言います。このラマスティアっていう名前の意味なんですけれども、ラというのは太陽、太陽神という意味になります。マスター、こちらは原本、オリジナル、極める、優れたというような意味になります。で、その名前をどこから拝借したのかと言いますと、古事記に登場する神様からお名前を頂戴いたしました。で、こちらの美容液のカテゴリーは高糖化美白美容液です。発売は2020年の10月末頃ですので、いよいよ商品が出来上がってまいります。で、前回の商品開発の話からの続きなんですけれども、前回はまだデザインや容器、そういったものが決まってなかったんですけれど、まず OEM のメーカー様とどのような内容の美容液にするのか、例えばベース、機材はどういったものにするのか、どんな中身の成分を入れていくのか、香りをどうするのか、そういったことを何かがやり取りをして最終的に決定をさせます。で、その決定する頃に容器はどんな容器にしようかということを考えていきます。そこにはまずデザインは関係ないので、どんな蓋にするのか、どういう形状にしていくのか、どのような容器を選ぶのか、容器屋さんや OEM メーカーさんと一緒に相談して決めていきます。で、今回はありがたと言いまして、こういった型が用意されているもの、その中で選んでいくんですけれども、大手の化粧品メーカーさんなどは型から作っていくんですね。で、その型を作るというのはおおよそ1000万円ほどかかると言われています。ありがたを使えばそこに関する費用というのは一切かかりません。このそれぞれを合わせたこちらの状態で何千個でいくらという価格が出てきます。で、そこにですね、どのような色を入れていこうか、どんなデザインにしようかということをデザイナーさんなどと相談しながら、このように作っていきます。そして容器が決まって、容器のデザインも決まっていきます。そこにですね、こちら、この処方でお願いしますといったこの美容液を中に入れて、安定性試験を行い、特に問題がなければ大丈夫です。ものによっては化粧品を入れて安定性を見た時に容器との相性が合わなかったので容器を変えなければならない、そういったことも起きてきます。このように、どの容器にするのか、そしてどんなデザインを容器に施すのか、ここは少し長めに時間を取られた方がいいと思います。容器を発注してこのようなデザインまで作っていただいて、そこから化粧品の OEM メーカーさんにこの容器が移動します。それまでに大体3ヶ月から4ヶ月ほどかかると言われています。今どこの容器メーカーさんもいっぱいいっぱいで空きが少ないって言われていますので、一番時間のかかりやすいと言われている容器に関しては早めに取り掛かられた方がいいと思います。その準備を進めている間に次は化粧箱にかかります。今こちらの商品の化粧箱の見本は手元にないんですけれども、このような紙の箱のデザインに取り掛かっていきます。その時にこの紙質はどうするのか、色は何色のせるのか、特色なのか、そういったことも全て費用にかかってきます。今回の化粧箱は非常にシンプルに作りました。紙質にはこだわって少し値段の高い良い紙を使っています。このようにして化粧品のこの内容物が決まっていくと、どんな容器を使おうか、どんなデザインをしようか、そして化粧箱はどんな紙を使おうか、どんなデザインにしようか、そういったことも決めていきます。ここで大きく関わってくる会社が3社あるんですけれども、化粧品のメーカーと容器のメーカーと印刷のメーカー、このように3社出てまいります。で、本来ですと企画をする私がいて、化粧品会社さんに化粧品を、容器メーカーさんは容器メーカーさんと、印刷屋さんは印刷屋さん、対会社さんと取引をしてやり取りするパターンが多かったんですけれども、今回は化粧品メーカーさんがかなり大きいメーカーさんだったというところもありまして、一括管理をさせてほしいということで、依頼主の私の方からこちらの化粧品会社さんの方にお願いをして、そこから容器メーカーさんだったり印刷所さんだったりというところで、全てこちらの化粧品メーカーさんを通しながら話を進めていきました。
本来コストに関しては化粧品、容器メーカー、印刷メーカーバラバラにする方がコストは安く抑えられます。でもう一つ利点としては、直接容器メーカー、直接印刷会社さんとやり取りをすることによって間を挟まずにスムーズに話を進めることもできます。しかし今回はこちら化粧品のメーカー様から全て打ち落としてくださいと言われています。そうしますと当然コストは直接やり取りするよりも上がるんですけれども、やはりですね、全ての責任というところで製造責任をこちらの会社さんがしっかりと持っていただけるという安心感もあります。このようにして5月の報告の後ですね、デザインが決まり、容器化粧箱、そして納期も決まってまいりました。このようにメーカーさんといろいろ相談しながら商品開発を進めていったんですけれども、もう一つ大きく行っていたことはお金を集めることです。融資を受けたり補助金の申請をしたりするんですけれども、この 2,3 ヶ月間はそこにかなり力を入れました。まず一つ目はセーフティーネット4号申請というものを行いました。こちら自分で申請するものなんですけれども、最寄りの銀行さんに相談すると銀行の方が全て行っていただけたので、私が行ったことというのは書類を提出したことです。こちらは借入金ですが実質無利子ですので、活用された方も非常に多かったのではないかなと思います。こちらは申請してから非常にスムーズでしたので、特に何事もなくお借り入れをすることができました。そしてもう一つは日本政策金融公庫さんへの借り入れです。私は個人的にも、そして仕事としても借り入れというものをしたことがなかったので、今回は非常に勉強になりました。公庫さんとの直接の面談は鋭いツッコミがたくさん入りました。少しびっくりしました。申し込みをして面談で相談をして、そして融資が決定するまでは3週間ほどでしたので、非常に私の場合は早いと言われました。その分ですね、事業計画書、そして根拠資料、そういったものはしっかりと準備してまいりました。ですのでお借り入れというところではセーフティーネット4号と公庫さんの方で今回は融資を受けました。でそれ以外にずっと書類を書き続けていたんですけれども、それが1つ目、小規模事業者持続化補助金コロナ版です。こちらは提出済みなんですけれども、まだ採択の可否は出ていません。その次に IT 補助金、こちらに関しては残念ながら不採択という結果が出てしまいました。でその次に提出したのがジャパンブランド育成支援等事業特別枠という補助金です。こちらもまだ採択の可否は決定していません。こちらの補助金に関しては主に海外のプロモーションに関することで提出しております。でその次に知的財産活動助成金、現在こちらも申し込み中です。こちらのロゴとブランド名のところで商標を取っておりますので、そちらに関する助成金になります。でその次に、神奈川県感染症対策事業補助金、こちらもまだ採択は決まっていません。でこのようにですね、商品を作るためだけで数百万円のお金がかかります。でこの商品を販売していくための販促費用も数百万円かかります。でその費用をどうしていくかっていうところ でそのお金は自社のお金で回せるのか、それとも融資を受けなければならないのか、補助金を上手に活用できるのか、そういったところでですね、今回は融資、補助金、そういったことをですね、今まで私も経験したことのない非常にいろいろな勉強になりました。ということでこちらのラマスティア高糖化美白美容液、いよいよ10月末に私の手元に届くんだなというところで、まだまだ準備が必要となります。今後の予定としましては、作ったものは販売していかなければならないということは必要になってくるのは販路になります。ということで今後はですね、販路を増やす、プロモーションをしっかりと準備をする。発売まで約2ヶ月を切りました。今回はデザイン、容器、化粧箱が決まってきて、お金をしっかりと集めていくということをお伝えしてまいりました。次回はですね、どこでどのようなプロモーションを準備するのかということについてご紹介できたらいいなと思います。またこのブランド名ラマスティアの意味、この中に込められた思い、そちらもですね、ご紹介させていただきたいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。